ルキウス・アンナエウス・セネカ、ルキウス・アンナエウス・セネカ、紀元前1年頃マイナス65年4月は、ユリウス・クラウディウス長時代、紀元前27年紀元後68年の、ローマ帝国の政治家、哲学者、詩人。父親の大セネカ、マルクス・アンナエウス・セネカ特別するため子セネカとも、呼ばれる。第5代ローマ皇帝、ネロの幼少期の家庭教師としても知られ、 また、治世初期には、ブレーンとして支えた。ストア派哲学者としても著名で、多くの悲劇、著作を記し、ラテン文学の白銀記を代表する人物と位置づけられる。ルキウス・アンナユス・セネカは、同盟の父ルキウスと母ヘルーヤの息子として、ヒスパニア・バエティ家族衆の州都コルドバで生まれた。セネカは次男にあたり、兄弟として、長男のオアトゥス、 三男目らの二人がいたことが知られている。誕生年については確定しないが、セネカが公職より引退した六十二年に六十歳を超えていたことなどより、紀元前一年頃、紀元前四年ともに生まれたものとされる。父、ルキウスの家系はかつて、ガリア・キサルピナと呼ばれた北イタリア出身、母、ヘルイヤの家系は、ヒスパニア土着で早くから、ローマ市民権を得ていたとされる。 セネカ一族は、騎士階級、エックイテスに属し、地主として裕福であったが、過去に一族から元老院議員を務めた者の,のいない家系でもあった。幼少期はコルドバで過ごしたが、少なくとも、セネカが12から13歳の頃までに父母と共にローマへ移住した。ローマで遊弁術や修士学など、基本的な教養を学んだ後、哲学を専攻。 アレクサンドリア出身で、プラトン哲学の流れを組むソティオンや、中老学派、ストアパノアッタロスらに支持し、後のストア派哲学者としての素地を形成することとなった。20年頃、セネカは大病を患って、一時期は自殺も考えたとされる。やがて症状は、症候状態に戻ったが依然として不安定であったため、 本格的な療養も兼ねて25年頃に母、ヘルウィアの妹の夫にあたり、当時アイニプトゥス総督であったガイウス・ガレリウスを頼ってエジプトへ向かった。セヌカは当時のローマ帝国の学問の中心都市の一つであったアレクサンドリアでユダヤ人の古典や古代エジプト時代から受け継がれる思想を学んだ。また、ナイル川を登って上、エジプトやイシス神殿を訪れた。 これらの経験をもとにしてセネカは、エジプトのチリと宗教典礼についてという書物を記し、すでに三日、セネカの後の政治的な視野を広げることにつながることとなる。また、当時、ユダヤ人共同体、ディアスポラの指導グループに属したアレクサンドリアのフィロンと接点を持った可能性もある。31年、ガレリウスのアイヌプトゥス総督としての任期が終了し、 ローマへ帰還するのに合わせて、セネカもローマへの帰路に着く。なお、ガレリウスはローマへ着く前に船の上で病没したため、セネカはガレリウスの妻で自身のおばの支援を受けた。セネカにとって最初の民間でかつクルススホノルムに該当する。政務官職となったクアエストル財務官への就任時期は33年から35年頃と考えられている。 クアエストルの任期を終えたセネカは、元老院議員となり、その弁論術と哲学者としての知名度により、元老院内でのあり感を示していった。十七年三月、皇帝ティベリウスが死去し、ガイウス・ユリウス・カエサル・アウグストス・ゲルマニクス、カリグラが、ローマ皇帝に即位した。カリグラの治世当初は、カリグラの妹であるユリア・リウィル、ラを反逆を企てた罪で処刑し、 二人の妹リウィッラとアグリッピナを追放刑とした。後ろ盾であった二人を失った上、元老院を象徴し、弁論術で著名であったこともあり、セヌカは元老院を激しく憎悪するカリグラによって処刑され、そうになったが有力者からの取りなしもあって、殴れたと伝わっている。四十一年一月、カリグラはプライトリアに、この絵体によって殺害され、 クラウディウスが皇帝に即位した。追放されていたリウィッラとアグリッピナもローマへの帰国が認められたため、セネカも二人の取りなしによって再びローマ政界へ復帰を果たした。しかし、クラウディウスの皇后であったメッサリナとリウィッラらが敵対。メッサリナはリウィッラとセネカが不義の関係にあったとしてセネカを告発した。セネカはこれを否定したが罪を得たリウィラ だは処刑され、セヌカは、コルシカへの事実上の追放刑となった。なお、セヌカとリウイラが、不義の関係にあったかどうかは定かではない。セヌカは、コルシカでの生活の間に母、ヘルウヤに宛てた、ヘルウヤ宛慰め及び、ポリビウス宛サめの二つの策を残している。四十八年八月、ガイウスシリウスと結託して、クラウディウスを殺害しようとし、また、 シリウスと結婚した罪で、メッサリナはクラウディウスによって処刑された。メッサリナの自滅によってアグリッピナが再びローマへ復帰。アグリッピナの解放奴隷であったマルクス・アントニウス、パルダスの根回しもあってアグリッピナが、クラウディウスの皇后となった。セネカは四十九年頃に、コルシカからローマへ復帰したとされる。五十年、アグリッピナの後押しによりセネカは、プラエトル、 ホームに選出され、同じ年にアグリッピナは、クラウディウスとメッサリナの子であるブリタンニクスを押しのけて、前夫、グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブス、40年死去と、アグリッピナ自身の愛の子であるルキウス・ドミティウス・アヘノバルブスを、クラウディウスの養子とすることに成功した。アグリッピナは、ドミティウスの家庭教師として、セクストゥス・アフラニウス・ブドスと共に、セネカを寄与した。 クラウディウスの治世下でセネカは補充婚する死生官にも就任した。54年10月、クラウディウスが毒キノコを食して中毒死し、後継の皇帝としてドミキウスイコール皇帝ネロが即位した。なお、セネカはネロがクラウディウスに対して行った追悼演説を起草したとあっている。セネカは後世から言及されるネロの5年間、 5年の良き時代のバックボーンとして活躍したとされるが、具体的にセネカが果たした役割ははっきりとしない。ただし、クナエウス・ドミキウス・コルブロが活躍したことで知られる、パルティアとのアルメニア問題での対応やボーディッカによる、ブリタンニアでの大反乱、ワトリング街道の戦いといった難が続く中で、未だ幼少であったネロを支えて、ブルスと共に国政を運営したものと考えられている。 なお、カッシウスでは、セネカが、ブリタンニアの豪族に対して、コーで金を貸し、突如として一括での返済を要求したため、ブリタンニアの豪族が絶望に陥ったことがボーディッカの反乱が起こった要因の一つとしている。この時期に、プブリウススイ、リウスルフスが、失素倹約を胸とするストア派の哲学者でありながら、野心を炉にし、 強欲と無実の罪をでっち上げ多くの人物を冤罪に貶めたことで罪をなしとして、セネカを激しく求断したが、セネカはスイッリウスとのこの闘争に断固反撃、勝利を収めた。一方のスイッリウスは財産を半分没収された上でバレアレス諸島へ追放された。一方で、ネロの知性は徐々に歪み始めていった。原因は、 アグリッピナとネロの対立であり、ブリタンニクスをネロに代わる皇帝候補と宣言したアグリッピナに対してネロがブリタンニクスを独殺したと55年が短所となった。また、ネロはブリタンニクスの姉で初代皇帝アウグストゥスの血を受け継ぐオクタウィアを皇后に迎えていたが夫婦仲は冷却。ネロは友人でもあったマルクス・サルイウス・オトの妻、 ポッパイアサビナと公然の愛人関係を持っていた。オクタウヤとの婚姻関係が皇帝の正当性を担保するものと考えたアグリッピナはネとポッパイアとの関係を潰しにかかったが、この頃アグリッピナと距離を置いていたセネカはネロに肩入れし、音をローマから遠ざけるためにルシタニア属州総督へ任命するネロの決定を後押ししたとされる。59年3月、ネロは 船の転覆を装って、母、アグリッピナの殺害を図ったが、アグリッピナは危うく、難を逃れた。ネロは未遂に終わったことを知ると、アグリッピナの反撃を恐れてセネカ及び当時、プラフェクトスプライトリを、この絵長官であったブルスに相談した。セネカは、ローマ市民同士の戦争を避けるためとして、ネロによるアグリッピナを殺害する計画をブルスと、共に了承。 最後のネロ派による襲撃でアグリッピナは殺害された。なお、アグリッピナ殺害で不安定な精神状態に陥ったネロを立ち直らせるために、セネカはアグリッピナの罪宝を書いた文章を作成したが、このことで世間の不評を買った。アグリッピナの死後、ポッパエアが大きな権力を握るようになり、この頃までにポッパエアは、オトとリコ婚、ネロも、 オクタウヤと離婚してポッパイアと結婚する意思を明確にしたが、セネカはブルスと共に、これに反対したため、計画は進展しなかった。しかし、62年にセネカ及びネロへも、大きな影響力を持っていたブルスが突然急死、ブルスの公認のプライフェクトスプライトリオとなったガイウス・オフォニュス・ティゲリヌスは、パイアと近く、プライトリアニを抑える力も持っていた。 セネカはブルスの死によって影響力を削がれることとなり、オクタウィアとネロの離婚、そして6月のオクタウィアの処刑を阻止できなかった。この時期、セネカも横領の罪で告発された。セネカはこれを機に、ローマ帝国から得た財産のすべてをネロへ返還し、今後は研究のために生涯を捧げたい旨をネロに伝えた。これに対してネロは、 引き続きアドバイザー的な役割として関与するよう、セネカに要請し、実際に六十四年にカンパニアへネロが赴いた際は同行したが、政治の一戦からは、知りくこととなった。六十二年の事実上の引退からセネカは、文筆業に力を入れて、賃料についてや、善行について、などの作品を残した。 64年のローマ大化に際して、ネロによって放火犯の一味として処断された、キリスト教指導者パウロとセネカが書簡をやり取りしていた、とされていたが、その書簡自体が、全くの偽作であったと確定している。なお、ローマ大化の際にセネカは、ローマから離れて、地方で暮らしたいとネロへ要望したが叶えられず、病気と称して、部屋から出ることを避けるようになった。65年、 ネロを退位させて、ガイウスカルプルニウスピソを皇帝に擁立する陰謀計画が露見した。ピソをはじめとした一味が捉えられる中で、共犯者の一人、アントニウス・ナタリスが、セネカが関与ていると名指しした。ネロは、セネカを尋問するべく、役人を送ったが、セネカは曖昧な対応に終始したためネロは、セネカに自殺を命じた。タキトスによると、セネカははじめに、 毒人参を飲んだが死にきれなかったため、風呂場で静脈を切って死に至ったされる。セネカが自殺したのは4月とされるが、日付は12日、19日、20日など諸説分かれる。なお、セネカは最後に以下のように語ったとされる。こうしてセネカは、生前に、賢者の不動心について、などで賞賛していたマルクス・ポルキュスカトウティケンシスと、同様の最後を迎えた。 妻パウリナもセヌカと共に自殺を図ったが、これ以上の評判下落を恐れたネロによって阻止された。セヌカがピソの陰謀に関与したかは、はっきりしないが、セヌカの老いで詩人のマルクス案内をするカヌスが、計画に関与し、ネロによって人愛させられている。セヌカの書いた悲劇は、イギリスルネサンスの時代に英語に翻訳され、エリザベス朝の演劇、シェイクスピア、 ベン・ジョンソン他に大きな影響を与えた。セネカの悲劇は十編が今日に伝わっているが、このうち、オクタウィアは偽作とされ、終えた三条のヘルクレスについても、偽作の論争がある。後世の文筆家は、セネカの作品から多くを引用しているが、中でも16世紀の哲学者、ミシェル・ド・モンテーニュは、エッセイで、セネカを最も多く引用した一人として知られている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。